はたすか失礼します。最近原神始めました。めっちゃ課金したいんですが、差し押しないか心配です。はい。原神の将来どう思いますか？ほう。課金予定額は勝利貫突までです。わら。へぇー。原神が差し押しするかか。間違いなく言えるのは、あと3年間は大丈夫だと思います。来年の今頃、ナタっていう炎の国が来て、再来年に、スネージレイヤーが来て、で、最終章でカーンルイヤーが来るんですよ。カーンルイヤーがちょっとどうなるかわかんないんですが、まあ、少なくとも2年は持つし、まあ、こんな人気になったゲームを、そんな早く終わらせたりするかな？なんらかしらで延命してきようと すると思うけどな。3年は無事だと思うわ。もろもろ込みで。と、なんか、ポヨバースが、原神にが出る、前作とか前々作とかもちゃんとあってね。で、そのゲームもサービス続いてるんで、原神は多分サービス終わらないと思うよ。終わらないんじゃない？永遠に続けてくれそう。なんだかんだで。だからまあ課金はしていいと思うな。課金はしていいと思うけど、勝利貫突はやりすぎだから、無理はしないでね。あ、そうだ。ちょっと今日配信始めるときに、ちょっとおもろいスパチャを見つけたんですよね。サンドルの渡し森がライデンにとっての漁獲のようにフリーナに合うと思うのではと思うのですが、どうでしょうか。劇団とサンドルの相性がいいのでそう思いました。一周してください。まずサンドルの渡し森ってどういう効果だったっけ覚えてねちょ見に行くか、ちょっと後で。あれか、ライデンにその稲妻の釣り協会で手に入る漁獲が合うから、じゃあサンドルが水の神様のフリーナに舞うってことが、その理屈は通らなくないか。じゃあ前回のスメールでナヒーダに、スメールの釣り教官の武器って何だっけ、結託だっけ、あ、なんかゴミ武器だよねこれ。スキル使ったらなんかシラスが、シラス星みたいなやつらがピュピュピュって出て、見える魚がしょっぽいしょっぽい物理ダメージを与える武器で、でこれがナヒーダに合うかって言われたら、まあ、まず武器ちげえし、物理ダメージ合わねえし、熟知ねえし、カスじゃん。ナヒーダがこの武器持てたとして、こ神合いカスだから、じゃあどうなん、サンドルがフリーナに合うかって言われたら、それはもうねえ、前例がライデンだけだからきつくないかな。ちょっと見に行きますか。サンドルの渡し森、これか。サンドルの渡し森、ゲンチャが増えてスキルの回心率が上がってゲンチャが上がるんや。はいはい、ゲンチャめっちゃ意識弱、サンドル弱くはないな。爆発が強いキャラクターならサンドルなくはないね。スキルの回心率が上がるから誰に合うんだ。スキルメインです。スキルメインの片手剣キャラ、アルベド。アルベドはでもゲンチャいらないね。アルベドに使うなら黎明でいいしな。アルハイゼンか。アルハイゼン現地はちょっと嬉しいか。うん、でも、黎明でいいな。うん。そうだね。サンドルきついな。ゆくあき。いや、ゆくあき。いや、ゆくあき、違うな。サンドル、弱くはないですけど、今んとこめちゃくちゃ噛み合うキャラちょっと思いつかないですね。ベネット。あ、ベネットはありかもしれん。ベネットあれだね。そのスメールの鍛造武器の原木刀があるから。まあ、ベネットは原木刀でいいんじゃない？これなんか鉄パイプみたいな武器で。デザインはいいけどな。フリーナの生物は劇団かファントムになると思いますか？この質問は非常に良いですね。なると思います。まず、神様の生物は、アップデートが来て追加された生物に限ってしか言えないんですけど、前例があって、まあ、2.0 で追加された生物が、ライデンの絶縁と非常に相性がいいですよね。もうこれも、てか、正直絶縁はライデンのモチーフ生物です。で 3.0 は思いっきり森林がナヒーダのモチーフですよね。見た目的にもデザイン的にも性能面でも。じゃあ、まあ、4.0 で追加された生物も、ファントムハンターか、どっちか、黄金か、まあ、どっちかがフリーナのモチーフ生物になるだろうね。今まで通りなら 4.2 でフリーナ来るんね。だからまあ、黄金かファントムどっちかやな。どっちかはわからん。どっちなんだろうね。スキル設置するキャラなら黄金だろうし、水の神様はファントムハンター使うか、通常銃撃使うキャラなのか、 HP の上下はするかもやけど、まあ、わかんないけど、まあフリーナガチリたいなら、まあ、ここの生物秘境を回っとくべしじゃない。で、私もそのつもりで新生物秘境をめちゃくちゃ回って、ファントム回ってるからね。そうで、生物が追加されるタイミングで その生物と相性がいいキャラクターが来るんですよ。例えば新滝が来たのってバージョン 2.3 が来た時に加冠来ましたしね。これ新滝モチーフです。放浪者が来たのはバージョン 3.3 ですよね。放浪者が来たタイミングで落差上4セットが来たりするので、新しい生物が来るタイミングでその生物と相性がいいキャラクターが来るっていう認識でよろしい。で、フリーナは 4.2 だから、新生物が来るなら 4.3 だと思うので、まあフリーナがどんな性能になるかわからんけど、まあ両方ほっとけばいいんじゃない。で、これでもし全然生物噛み合ってなかったら、その時はすいません。そんなわかんないんだよね。 Excuse me.